お昼ご飯食べます。あ、せっちゃんさん、今日ハッピーバースデーおめでとうございます。お、ひ、めっちゃ揺れる。うんうん、うーかちゃん、夜、私は夜うーかの舞台を 見行ってくる。いいな、行きたい。みはるさんだってこんなパリパリ。はい、こんにちは。ちょっとさ、こんにちは、お話し会ありがとうございました。あ、今日は、アミタンとこっちにヨシミもいるんですけど、画角的に入らなくて、ちょっと今閉めておきます。ごめんなさい、ちょっとそれもう一回チンします。アミタンしか映らないんですけど、こっちにヨシミもいます。こっちにも出てくる。髪型かわよい、ありがとう。球場に行く前にもう一度グッドスプーン行くでやって。おお、いいね。何食べるんですか。もう食べ行きましたか。アリが追加もまだ行ってないです。あ、グッドスプーンの話会です。これはウサギをイメージしてでピンクと耳です。ハンバーグをおすすめされました。皆さんのおすすめを教えてください。お餅とチーズのやつかな。うん、そうそう、あれあれ、いいな、そう。おにぎりが大きいのか食べてくれ。アミタン、おにぎり一口大きくてびっくりだって。せっちゃんまだ行けてないよ。だってアミちゃんが小さいからおにぎりが大きく見えるんです。ツナマヨ、梅が好き。うん、梅干しかな、昆布か梅干し。初めての、ちょ、ごめんなさい、揺れて。うん、パルゴルなんで美味しいね。初めてのモグモグ配信なんです。ま、マキマキちゃん、グッドスプーン、カルボナーラのも、ハイのドリアも美味しかったって。配信始まったから一見仕事、一旦仕事休憩。ネイル、ありがとう。お仕事ですか。日曜日のお昼。千恵子さん、こんにちは。こんにちは。頑張ってください。2回ね、来てくださってありがとうございます。背中合わせお願いします。ケイトのドリンクも美味しかった。飲みた。あんたん。これでいいですか。これで美味しいってこと。え、違う違う。わかんない。背中合わせのリクエストがあった。身長の。うん。座ってるからわからんな。お話し会めっちゃ楽しかった。ありがとう。ね、楽しかったね。楽しかったね。グッドスプーン行きたいですか。一緒にどうですか。おご、ね、りますって。一緒に行きます。ありがとうございます。離れ目大好きミンです。私のことですね。タミタミセルコミタミかわいい。ありがとう。これ編み込みです。やってもらったんですもん。うん、デグッチョンセット、いいな。リオピが引率の先生に見える。今グッドスプーン受けてます。ハーフツインの引率の先生はいないですよ。確かに。噛み込みです。ありがとう。誰のコースター当たりましたか、皆さん。あ、グッドスプーン行きましたか。うん。ミルクグザン、スプーンです。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。他にリオピー出た人いるかな。編み込みなんや、編みだけに。そうです、編みだけに編み込みです。ほのびみたいな人おる。編みの配信結構来るんよ、ほのびと対戦する人。うん、ミミさん、初見さん、かわいい、ありがとう。初見の方、ボアメも追加してくださってありがとうございます。黒沢さん、ありがとうございます。まふみさん、あみちゃんのアクス出たようやって嬉しい。よしみ映るかな、うん、頑張れば頑張ればちょっと映る。こっち行こっか、あみ。全然全然全然。あみちゃん、あみご楽しかったよ。きくちゃんさん、猫ちゃん、ありがとうございます。やっと会えて嬉しかった。ほんまにきくちゃんさんじゃない、きくちゃん、あみこなんや。そう、アミコ。リオピが他人だったら集中できないんだって。もう綺麗すぎるからね。なんで？何でもして。あ、そういうこと？集中してください。アミちゃん出ないよ。頑張ってください。マチさん、ハートたくさんありがとうございます。ありがとう。
ピロピロさん、ヒョウ柄のハートありがとうございます。ピロピロさんも、うまい呼び方を聞きました。うまい、何が、あ、初見の水星さん、こんにちは。うん、こんばんは。マキラさん、こんばんはじゃない、こんにちは。ライブ全部行くので、その間にグッドスプーン行くつもりやって。さあ、誰が当たるか。9期生の配信、何か食べてる人、そうですね、私、毎朝食べながら配信する。え、なんか9期生は基本的にまず食べるよね。うん、自主練行くだけでも何か食べてる、食べてる、ずっと食べてる。こんにちは、テディさん、うん、タコ、うん、かわいい、タコありがとうございます。あ、アミタンバさん当たった、めっちゃ嬉しい、嬉しい。こんにちは、ヤスくん、トライモンさん、ありがとう。中堅の方、こんにちは。バトルやりたいよね、9期生は。うん、今日は8期生さんがされてるけど、モチさん、もうやった。来月、ま、アミタの話参加するよ、今から楽しめて。学力バトル、誰が1位になるんだろう。やった、申し込みが、マナミンかな、分かった、みたいで、よかったです。マナミンか、ヨシミンかな。マナミンでもおかしくるな。うん、そう、モチさんも最近もワメを追加してくれました。コースターはトレードしてリオピゲットした。うん、おめでとう。こんにちは。あ、私 の、 あの家族も一旦行ってたんですけど、猫、うん、ちゃんパンありがとう。あの、まふみさんハート、9期めっちゃ出てました。地引きしてました。すごいね。うん、レイポン の、 あのなんだっけ、キラキラして、ね、しました。あ、そう、ホログラムとか当たってましたよ。めっちゃ可愛いよね。うん、ホログラムの缶バッジ。何してんの。見えないように食べてたよ。なんで？めっちゃ急に。キュウキ来たら嬉しい。記憶力すごいやって嬉しい。キュウキ推しですか？全員の。待って、ナチュラルさん、涙に人参がすごい、もう目取ろうかなって。え、ぜひ取ってください。ナチュラルさんはもう覚えてます。毎回ショールームに来てくださるんで。まふみさん、ハートありがとうございます。ちいこさん、応援してるっていう。西島家ランダムでは9期生出る。そうなんですよ、私も9期めっちゃ出るし。タンパク質が出る。ブロッコリーサラダチキンバジル入り卵サラダだって。美味しそう。私うどん食べてます。うどんね。何、なんかリオピの方が映ってるんだ。そうだよ、面白いね、別活動って面白いね。うん、若田推し寄りの9期箱推しです。リオピも押してください。ありがとうございます。かわいい、アイドルだ。髪型かわいい。うん、かわいい、うさぎ、ね、そう、めっちゃ今日かわいいって言ってもらえて嬉しいです。アミタ補強してるって嬉しい。お、ありがとうございます。ありがとうございます。わかりましたって言ってくれてる。うん、うん、ありがとうございます。自分でやったん、お母さん、うん、うん、あの、リオじゃなかった。リオ、リオ、お母さん、お母さんでは自分か、うん、リオ一人でやった。そうだね、やりました。かわいい、うさぎ。自分でしたの。自分でしたよ。こんにちは。うん、キューキでタコパやりたい。うん、仮面サイダーさん、こんにちは。やりたい、やりたい。初見の方、うん、ありがとうございます。口に入れすぎて喋られへんね、ちょっとずつしか食べれない。しゅんたさん、あみたんのショールームちゃんと見るの初めてかもやって。じゃあ見ててください。何食べてるの、ん、何でしょう、何食べてるでしょう。いい、私があみこと呼んでるから、私の友達はみんなあみこと呼んでるって。何でしょう、家族からマミコって呼ばれます。リオピが食べてるものは何でしょう。なかなか難しいね。リオちゃん、マミタン、はーい。リオピお家にたこ焼き器ある？ない。あ、ない？やっぱ、うん、ないやろなって言ってる。ないです。リオピとヨシミのエピソードあるやって。え？なんだろう。なんか毎日会ってるエピソードみたいな。わかるわかる。わかる。毎日会いすぎて髪型も触りまくってる。うん、ちょっとご飯食べるかな。リオピとね、横で並ぶと身長さえぐいです、本当に。え、そう、アミタンと横になること多くて、なんかすごいデコボコなんですよ。あの、アヌルナニンの最後のポーズとか同じなこと
うん、あ、うどん食べてますで、アジミンは頭が賢い。やった。なんか英語でね、話したんですよ、なんかマナミンたちと。そしたらマナミンとヨシミンが賢すぎて、それで、それでいけなかったです。あんじゃん、でもまだまだ今から勉強するんじゃないですか。北の大地さん、だるまたくさんありがとうございます。何センチさ、リオだって。かわいい。リオピ何センチ？ありがとうございます。リオは164センチか3センチくらい。あ、じゃあ20センチぐらい違うよ。やば、やば。でもアミタンはこれから伸びるからね。そうだよね。これからです。何センチなりたい？150以上。うん、まずは150だな。うん、まずは目指せないと ね。今何センチ？142ぐらい。142？ え、そうなん？うん、うん、そりゃ でこぼこになるわけですわ。おもろいね、キュウリ食べてます。テンナのおすすめなんです。テンナちゃんにおすすめがあるって食べました。見えますか、キュウリです。流れ星でやってみたいメンバーはあやみちゃんですね。うん、見たい。あみこさんね、私は166センチです。え、高っ。おっきい。じゃあ、え、リオペよりも高い。うん、うん、まさかの。あやみさんめっちゃ身長高い。あやみちゃん、22センチ差。うん、俺と30センチって言うでしょ。で、ミルクックさん認知して、認知します。68、私とは4センチ差。あみちゃんと何センチ差だろう。誰が20、え、なんかコメントの方、うん、カエルパウーパーさん。違った、シュンタさんがさ、俺と30センチ違うのかって。え、でもそういう方多いんじゃない、あみちゃんと。確かに。うん、アミタンにいつか身長抜かせる日が来るんでしょうか。は、さあ、だからもしかしたらあやみちゃんに抜かされるかもしれない。うん。うん、ちいこさん、たくさんありがとうございます。ふうまさん170な、めっちゃ実物見て。ね、スタイルよって。なんか手だよ、手が。手みたいな感じだと思う。手って感じ。めっちゃ可愛いし。ミルクックさん、私と6センチ差やって。え、148センチだね。可愛い可愛い。生後3日。可愛い、生後3日だって。あやみちゃん、たくさん寝て大きくなってね。はい、最近ね、よくジャンプして牛乳飲んでます。ジャンプした。テリーさん、応援してるスタンプありがとうございます。ありがとうございます。ハート。わかにゃん、気づいたらリサに抜かれてたって。ね、うん、気づいたら。あの、リサさん伸びたって言ってた。この前リサ伸びた、テレビ見ないでリサ伸びたって言ってはった。おいしいうどん。キュウリは生ですか？うん。キュウリ食べてるアミタン可愛い。ジェナちゃんにおすすめしてもらったんですよ。なんかめっちゃ最初キュウリの匂いすると思ったらテンナが食べてました。そうね。で、これおすすめやからって言われて、今日見つけてちょっと食べたら美味しいです。美味しい。うん。屋台にあるようなせいな。うん。うん。ふけんさん、こんにちは、こんにちは。小5の時142やけど、今は180という人おるで。すごっ。だからアミタンも将来180だというわけで、可能性あり。180やば。やばいね、もうこんなの。めっちゃボキボキって。吉野美咲ちゃんも一気に背伸びた。うん。劇場の身長測る楽しみやって。めっちゃ大きいですよね。ね、中学3年生。そう。あ、もうこういう。そこ中。大きい、めっちゃ。かわいいし、身長測るの楽しみやって。劇場でなあ、あれやりたい。10月ぐらいかな。うん、でも身長が更新されるのは4月やんの。じゃあ1月か、いつも。あ、プロフィールの。うん、そうそうやな。うん、そうなんだ。あ、そっか、1月か。変わるのと一緒に。確かに緊張した。うん、
今日は、じゃ昨日はめっちゃ緊張してて、うん、わたわたしてたんですけど、今日はちょっと落ち着いてできました。昨日は良かった、うん、ごめんなさい昨日の方、昨日来てくださった方、うん、楽しかった。でもたくさん喋れたよ。うん、楽しかったです。ケイトちゃんは147で入って160まで伸びたからね。すごい、すごい。でまだ高2だから、あ、高3か、うん、だからあんたも高3だったら160にあるかもしれん。160かあるかもしれん。え、あみこさん握手会の時踏み台に乗って握手をやって、え、そうです踏み台に乗りました。あ、ちいこさん、俺お話し会追加するね、楽しかったからって嬉しい。うどんです。明日もショールームできるって、明日はちょっと無理かもしれないです、すみません。はい、学校とかね。あやねちゃんもだって、あ、バレちゃった。こっちがガチガチに緊張してたから大丈夫。あれバレちゃった。私も結構ガチガチにしたよ。食べてるとこ見せないの。ヨピ、福ボタンがハート。そうなんです、可愛くないですか。うん、ハートです。うん、今日はあのさっきも言ったんですけど、あのウサギなんで、ね、ウサギ可愛い。そう、ダイニー M さんお疲れ様です。お疲れ様です。初見さんありがとうございます。うん、可愛い。次は握手会、うん、個別握手会、うん、ですね。ワクワク。うん、女子は両親の身長の合計引く13÷2+2。へえ、公式があるんだ。難しいね。あ、ほこ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 パンさん、はじめまして。私もアミタンの話してみたいなって。ねえ、お話しましょう。ゆけんさんこんにちは。チャミさん、内田 P も160アミタンですよ。146cmだったんよやって。アミタンがキュウリ食べてるんです、うん、私はうどん食べてます。大きいよね、結構。アミタンも伸びるな、これは。さあ、皆さん予想しててください。何センチ。ちっちゃいママがいいな、アミタン。うん。ミミさん、お話しないってまだ次あるのってあります。どうですか、ウサギ。うん、まだ申し込める。ぜひ、待ってます。このボリボリは網じゃありません。ほんまに。めっちゃいい音してる。ASMR だ。ASMR だ。アミタンの。うん。西島リオこんにちは。フルネーム。なんか怖いね。西島リオこんにちは。こんにちは。リオピって言うんです、ニックネームは。あと3回ぐらい。もうちさん、そのうちアミタンに進捗越されそうだって。見かけます。うん、あと3回くらいお話し会の受付あったはずだって。ちいこさんありがとうございます。まだまだ、ぜひ待ってます、お話し会、ね、たくさんね、話しましょう。シャメ会当たったらよろしくですやって、うん、よろしくお願いします。シャメ会も楽しみだよね。お三方ということは全員と単価なのしかして、え、あれじゃない、ナンバー薄いけど三方、あ、でも当たったらか、うん、全部じゃないか。この3人が当たるかもしれないよね。ね。そしたらすごいね。ね、いいね。そう、ナンバ式なんでね、握手会と、うん、サメ会は。うん。またあのくじするの楽しみ。ね、うん、楽しかった。ドキドキ感。うん。あ、その動画がね、TikTok と Twitter に上がってるので、上がってたね。ぜひ見てくださいね。ね、どんなポーズがおすすめだって。え、でもなんか2人で1つのは良くない？ハートでもあれかな、今から何するのあって修練します。離れてるとハートとかちょっと寂しいよね。買って、シャメ回6レーン分だけ買ってますよって。あ、取ってます。あ、6レーンってことは6回取れるってこと、ね、うん、6人だね、17分の6だね。すごっ。え、でもシャメ回もくじじゃない。うん、くじやけど17人1人ずつくじやから。そっか。うん、ヨシミンのツイン可愛いだって。やっ、見える、ナンバ式で押し当たらないやつって。うん、ツイン、あ、ハーフツイン、アミコ、アミコもツインとツインだ。ツイン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 です。トリプルツイン。
写メ会17分の7。分かんない。なんでミルクックさん九州住みやけん関西弁かわいいやって。え、17人撮ってる。九州めっちゃかわいいですよね。やけんとかじゃあなんかその人にあったそう何やってるとみたいな。めっちゃ可愛くないですか。レイプンだったらこれとか。九州かでも、でも一緒にこれ作るのちょっと変化。ちょっとこれやってポンポンして。あー可愛い。 ET だ ET。 なに、あ、自分も NMB 好きだよ。あやちゃんさん、サメカヤパンダポーズ多そうだね。よぴです。あー、普段のパンダ。ごめんなさい、揺れます。キュウリ中二人とも食べるとき、うん、レジェンダリーこうやってやってます。こんにちは、てっちゃんさん、ヒョウ柄のハートありがとうございます。チキン南蛮、チキン南蛮さん、タコさん、ありがとうございます。かわいい。パンダポーズ以外にもシャメ会したいと思います。シャメ会いつだっけ。え、どっちがどっちだったっけ。シャメ会、あ、じゃあ握手会、シャメ会か。じゃあ土曜が握手で日曜が写真か。うん、おう、ぜひ待ち受けにしてくださいね、皆さん。キュウリチューレさんみたいな。あ、そっか、握手会、写真撮ったから、うん、アイコンとかにもできるんですかね。ほんとだ、アイコンにもできる。ボリボリ初見です。初見じゃない、間違えた。お、なんでもない。4月30だって。うん、じゃあ、もう本当に1週間だね。ミルクックさん、1週間頑張って、あと1週間ありがとうございます。早いですね、もうライブまでもあと。ほんとだ、ライブまであとほぼ10日くらいあと、うん、そうだね。ちえこさん、やばい、ほんとありがとう。あと10日くらいだよ、やば、うん、楽しみ。うんうんうん、ライブのうちはアミタン売り切れてたよって、めっちゃ嬉しい、うん。先輩で写真撮れましたか。撮れなかったんですよ、今日撮りたかったんですけど。どう、ちょっとダメ、ちょっと時間がなくて。またトライします。ちょっと待っててください。一緒についていきますか。うん、大丈夫です。ほんまや、ダブルあやねしたいね。あやね、あ、あやみとあやね。うん、あやねさんとあやねで、あみたん不在です。ちょっとあみたんが温め直しに。あみたんじゃないですが。え、これやばい、映った。あやみちゃん、じゃあちょっと待っててください。あやみたんじゃない、これ置いてきます。いきます。あみたんじゃなくて、ごめんなさい。え、もう3分で帰ってくるとダメやんな、これ。うん、やばい。え、でもあ、じゃあ誰かおったらいいで、全然。うん、そうなの。なんかこういう、こう無画面が浮かんだし、これで3分上がったし。あみたんじゃなくてすいません。やしみんです。そう、ライブね、グッズがすごい可愛くて。めっちゃ可愛いよな。レイコさんが考えてくださったやつとか、うん、あの、なんかやばい、めっちゃ可愛いね、もうセンスありまくりで、ほんまに。アミタンが大きくなったって。あ、大きなりました。ちょっとアミタンポケットか。アミタンっぽいのってなんや。アミタンっぽいのなんや。こんにちは。こんにちは。あ、早っ。あ、帰ってきた。あ、帰ってきた。連れて行こう。あ、連れて行くのね。うん、気をつけてね。おいでやす。はい。おいでやすです。なんか何これ、なんで残ってるのみたいな。落としたやつだと思う。あ、そういうことね。ツインテコンビです。本当だ。こんにちは。初見の方こんにちは。ミオピーです。これは今日は何のイメージの服ですか。今日はポリスだったので今は私服です。おお。そっか、ポリスだったんだ。ポリスでした。いや。いや、何それ。あの逮捕ポーズ。いや、いや、いや、いや。ピストル。ミオピーだよ。ミオピーは、え、あれが158で。158？ うん。へえ。結構何センチだ？160なんだっけ？3か4。3か4。じゃあ6センチ差だ。もうちょっとで追いつくね、それは。でもなんか意外だね、もうちょっと身長差あると思った。ね、あの、思ってた。
ミュウって手が長いから、もう手足が長い。この前面白かったんだよね。なんかアゲ先生がちょっとリオ手上げてとか、みんながわーみたいな。そうなんかリオの手が長いのを生かせみたいな話をしてくださって、その時にこうやって手上げたら、手上げただけで歓声が湧いたんですよ。みんなが言ってくれて。わーみたいな。ごめんね。アミタンが帰還しました。はい、帰ってきました。はい、少々お待たせいたしました。キャそれむずいよね。むずい、ね、こんな感じ。はい、ただいまです。おかえり。ヨシミンとリオピのコンビ名何？リオ、ヨシミン、はい、かわいいのがいいな。リオ、ピヨシアミさん、こんにちは。今日お話が楽しかったなって。ベリマユさん、ありがとう。楽しめました。ヨシリー、ヨシリオ、ヨシピ、ヨシピ、ヨシピ、春雨スープ、ヨシピです。正解決まりました。これは若田におすすめ。さやねが大好きでした。本当ですか？ヨシマリオやって、ヨシマリオですね。ヨシマリオ、マリオだった。ぜひ、私も好きになってくれたら嬉しいです。おかえりなさいます、お嬢様。ありがとう。よしマリオ。ありがとう。よしっぴです。よしっぴ。お嬢様モンドで何だ。そうです。ハクリンさん、かわいい。ありがとうございます。よしっぴ、ほぼよしみ。タコさん、ありがとうございます。チーコさん、かわいい。マリオとヨッシーだって。いいね。マリオッシー。マリオッシー。そう。そろそろいいかな。開けちゃい、開けちゃい。奥のメンバーの名前を教えて。アミタンと。はい、アミです。宮本亜美と吉見彩音です。吉見彩音です。吉見です。ゾーンなった。年にすごい。おめでとう。おめでとう。ありがとう。さっきね、これ何、春雨です。春雨スープです。これはこの前ちょっと若たんが持ってきて、うん、ちょっと食べてて、うん、美味しそう。いや、てんちゃんきゅうり食べてたのやって、うん、はい、変な。ヤッホー。ちょっとおすすめされて買っちゃった。リオも買おうとしたけどちょっと断念した。あ、ふうふうやって。美味しいですか？今から食べます。ユピの歌声めっちゃ好きです。ありがとうございます。暑いから気をつけて。はい、そう、歌声好きって言われたことなかったんですけど。いただきます。結構言ってくれる。ちょっと待って、でもこれズルズルなったらやばいよね。やっぱちょっと一回場所変わります。なんか大丈夫だよ。行ってらっしゃい。あ、どう？いい？ごめんね。アミタンがズルズル音を気にして。ズルズル音を気にしてた。それはね、この前食べながらこぼしてたから大丈夫で。ズルズルなっちゃって。こっちやったね。緊張してる。ちょっとじゃあアミタンを。ダメですよ。ありがとうございます。外しました。緊張してるやん。かわいい。ヨピ歌声高くてかわいい。ありがとうございます。ヨシミンの歌声も褒められてたよ。あ、そうなの？うん、ヨシミン声好きって。え、やった。嬉しい。ヨシミンちゃんがいる。かわいい。やって。やった。かわいい。ありがとうございます。ちょっと声高くしてる歌はな。アミタン年頃の女の子だ。かわいい。君すごかわいい。ツルツルやん。え、ジュルジュルはいいやけどちょっとやばいかなと思って。大丈夫よ。なんか気にしてんの。かわいいね。かわいい。マスターですね。なんかかっこいい食べ方してる。出会ってる。かわいい。ちょっと今日からあいのも声高くするわ。リオも声高くするわ。リオピかわいいよ。うん、本当。うん、アミタンがかわいい。もうアミタン声もかわいいし、かわいい、全部かわいい。アミタン、メンさん、佐藤ありがとう。ヨシミンはありがとう。これなんか食べたらこうしちゃうんだよね、癖で。あ、そうなんだ。 ONN の時もこうやってしてたいかついけど。でもやろうかな。勢い、せーの。勢い大事。勢いで。すすれない人、そうなんです。すすれないから。あ、そうなの。そう、何もすすられへん。なんかすすれるときとすすられへんときとある。すすれないんですよ、このすすれができない。多いな。ともたんさん、ヒョウ柄のハートたくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ハート。はっはっ
ありがとうございます。ハート。リオピも YNN さん激辛来たい、うん、ね、そう、私結構激辛食べれるようになったんです。え、そうなの？最近、うん、いい感じに食べれるようになってきた。食べたい。いいね、辛いの。温泉みたいな感じ。辛いの食べたら鼻水出ちゃうんだよね。あ、わかる。じゃ鼻水こらえて。唇腫れるし。ねえ、腫れるよね。こんにちは。こんにちは。こんにちはってきた。ニューフイン。うん、それでは仕事に戻ります。ありがとう、ありがとうございました。頑張ってね。休憩中に来てくれたのかな。頑張ってください。そっか、今お昼ご飯の時間だ。一緒にお昼だったんですね。そうそうだね、一緒に食べましたね、うん、これ、はい、毎回恒例の今何時ですかタイム、うん、先生今何分経ちましたか。当ててみてください。そう、リオ毎回これ聞いてるんだよね、うん、予想は、ね、リオが、うん、え、何分から始めたっけな。1時過ぎぐらい。じゃあ1時25分、うん、正解は37分でした。全然違う。31分経過、ね、だいたい一緒だかな。本当に37分37分だよ。え、本当だよ。疑ってる。疑ったわ。31分も。初めまして、うん、居眠りおじいさん、はじめまして。はじめまして。ぜひフォローしていってください。ご飯食べたらリップが取れちゃった、ね、隠しとこう。すごいですよ。お、うん、テディさん、雨の配信、美容院で美容師さんと一緒に。これ何だろう。すごい、一緒に発表よろしくお願いします。君は、ありがとう。君は涙温泉好きやった。君は希望の光のやつ。ありがとうございます。かっこいいね、なんか人間っぽい。くまさんも、くまパン耳作って。日の宿題終わったくなって。じゃあこっちで。ありがとうございます。どうぞ。お話し会くまにやってきました。エンライトもありがとうございます。まるるさん、危険です。ありがとうございます。くま今ウサギなんだけどな。ほんまや、ウサギ。こんにちは、初見のベジータさん。あ、皆さんたくさん、時間教えてくださってありがとうございます。海が読みやすい。初見のむちゃんさん、こんにちは。おいしい。じゃあ私の配信はそろそろ閉じますね。壇上読みをさせていただきます。お、じゃあイエーイさんとイエーイ言います。お願いします。たかしさん、ありがとうございます。イエーイ。ともたんさん、ありがとうございます。ともたんさん、あ、見て、写していい？うん。くもすけさん、ありがとうございます。イエーイ、くもすけさん。はい、うしさん、ありがとうございます。うしさん、うしさんさん、うしさん。りさまるさん、ありがとうございます。イエーイ、りさまるさん。まっちさん、ありがとうございます。マッチさん、マッチさん、マッチさん、ゴーシさん、ありがとうございます。ゴーシさん、北野大地さん、ありがとうございます。これはなんて読むの。ひこかずさんで合ってる。ひこかずさん、ありがとうございます。ひこかずさんしましょう。ひよこさん、ありがとうございます。ひよこさん、3位ジュニアさん、ありがとうございます。じゃあ、2位もそろそろ読もうか。キクちゃん、キクちゃんさん、あ、じゃあ、キクちゃん、ありがとうございます。1位テディさん、ありがとうございます。はい、雨も読みます。皆さん、ありがとうございました。たくさんコメントも、今日はね、お話し会も来てくださった方、ありがとうございました。じゃあ、また配信するので、ありがとう。初見の方、はい、ごめんなさい、もう終わりますね。13位ひろしさん、ありがとうございます。バイバーイ。12位、ま、えさーしーさん、ありがとう。